どうもこんばんは、中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。ロトセブンの結果を今から見たいと思います。ちょっと動画の時間が遅くなったのは申し訳ないけど、まあとりあえず今から 予想した数字を確認したいと思います。今回当選できるか、ここ最近、ずっと2つしか一致してないから当選したいけど、どうやろう。まあ見ていこう。よし、来い。5、13、OK。21、OK。25、よし、3つ、来い。来た！当選した！よっしゃ、よっしゃ。13と、25、21、31、5等、5等当選。よっしゃ。いや、7回目できた。しかも、ボーナス合わせたら5個。ボーナス合わせたら5個一致や。よっしゃ。めっちゃ嬉しい。いや、マジで嬉しい。もう、泣きそうになるくらい。いやー、いや、ちょっと泣けてくる。急に、5等やから、めっちゃ嬉しいし、いや、ちょっと泣いてるわ。初めてで、急に、5等来たから、5等やんな。13やろ？ 25、21、31、そうやな、4つやな。で、ボーナス合わせたら5個。いや、急に来たな。めっちゃほんまに嬉しい。いや、9が本筋に来てくれたら4等やってん。いやー、こりゃ嬉しいわ。ロトセブンで、マットは当選したことあんねんけど、5等、1回もないに当選したこと。これはほんまに嬉しい。でも、ここまで来たら4等来るんちゃうんかな。たった2口で、5等当選来たもんな。いやー、これはほんまに、興奮する。いや、もう、ちょっと、落ち着かんな。逆に、嬉しすぎて。7回目か。7回目で当選した。今度はいつ、当選できるか。わからんけど、めっちゃ興奮する。いや、嬉しさが、いや、もう一度確認しよう。13やろ？ 25、31、あるやないよ、21あるな。いや、ほんまに嬉しい。7回目で来たか。しかも、まっとうじゃなくて、5等やもんな。もし、購入してたら、あ、1500円。1500円か。2口やから利益やな。9がほんまに本数字で来てくれたら、4等やったんよな。惜しい。しかも今回、1等該当なしやから、難しい回やったんよな。それで5等当選できたから、これはほんまに嬉しい。いやー、やる気が出る。モチベーションが上がる。急に来た。いつ来るかなとは。いつ来るかなって思ってたけど、急に来たな。ロトセブンまだもうちょっとかかるかなって思ってんけど、いや、ほんまに嬉しいな。いや、嬉しさが、爆発してる。いや、めっちゃ興奮する。まあ、次、この後すぐロトセブンの予想するけど、このままの勢いで、
頑張って予想1時間半から2時間かけてしたいと思います。いや、めっちゃ嬉しい。それでは、できたら、その動画撮れたら、投稿したいと思います。見ていただけたらありがたいです。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。いや、最高。よし。